こんにちは、ブルーホースです。今日もデトロイトやっていきましょう。腰フリフリ。なんかデトロイトって書いてあったね、車の後ろ左の窓、わかりますかね。うん。で、降りない、降りない、降りよ、降りて、なんで、あ、やっとだ。もうさっきからね、これテイク3なんですよ。コントローラーがね、全然動いてくれないから、全くね、進まないというね。ハンクと状況を整理する。やっと降りたよ、本当に。降りるまで苦節5分。どんだけカチカチな車やってんってね。ここら辺特にないかな。デトロイトってこんな港町だったんだね。なんかめっちゃライト光ってるけど。うん。ほんで、なんか遊べたりしないかな。ハンクと状況を整理するくらい、ハンクと話す。あれ、こっち行けない。ぐるっと回りましょうっていうところか。アンドロイドでも寒さ感じるんや。はぁ、時代だね。こういうなんかさ、なんていうの、こう電車型の遊具とかってすっごいこう、幼稚園とかの時にめちゃくちゃ楽しかったっていう記憶があるんだよね。幼稚園を卒園した後に、なんか電車の遊具ができたんですよ。小学校1、2年生の頃ね、遊びに行ってね、こう、幼稚園児が帰った後、園庭にこう、忍び込んでね、遊んでたりとかしましたけどね。もしかして、飲んでる？くるくる、くるくる。水に、パチャ、パチャ。あ、そういう座り方してんの。随分と、ワイルドですね。いい眺めだろ。前はよくここに来てたんだから。いい眺めっすね。うん。ここで飲んじゃったらさ、コナン運転できんのかな。個人的な質問していいですか。ああ、今だったら何でも聞きなって。まあ僕だけですね。うん。そんな質問ぶっ込むか。うんうん。なるほどね。死ぬ気すらないから毎日食べつけてああ、お酒を飲むことによってと。なるほど。まあ、アンドロイドには難しいよね、うん。なんか家族のことであるのかな。子供を死なせてしまったとかね。じゃあ、前というと、前は、ここに来てって言いました。ああ、子供と一緒にってとこやな。そりゃ、まあ、気にする。気になるー！超気になるー！じゃあ、とりあえず、寒いんで家帰ろうか。事件、確かに。あ、で、いや、モデルは違うけど、生産された、こっちが違う。人にボロクソにされたっていうのが、原因なんじゃないの？結局、変異体。ねえ。じゃあ、RA9 に共通している。一種の神話。神話？そういう捉え方をするもんだろ。なんかあんまり正しくない気もするけど、世紀末。よっしゃー！お、俺もあそこで一発。いや、違うね。あの二人は？なるほどね。アンドロイドにもそういう気持ちが芽生えてるっていうところですね。Love。じゃあ、ここはあえて皮肉でも言ってみましょうか。おう。めっちゃ煽るな。皮肉どころか煽ってるな。見た目は人間、頭脳は人間、中身はロボット。じゃあ中立的態度。なるほど。賢いね。お、ハンクの強化が上がった。ちょっと口のボーっとした開け方が面白いね。なんか後ろ、なんかお台場っぽい。うわ、自殺したとき。あの、
あえて冷たく言いましょうか。で、ここで評価下がる。ジュジュン。やっぱり。そうだよね。あ、やばい、ソフトウェア。え、ちょっとそれはまずくない？4体目のコナーが出てくるよ。そうそうそう、そういうことです。まあ、戻ってくるんで無駄なんで、いや、それは怖いっすよ。うん、怖い怖い怖い。違う、なんか違うんだよね。なんか違うんだよね。そういうのじゃない。全然怖いって。無か。暗闇か。それとも天国か地獄か、いつだって。Where does all your anger come from, Lieutenant? Some unresolved trauma from the past? PTSD。違う。撃たれるんじゃないか。やばい。Always one step ahead. いや、一歩先を行ってるというかね、もうなんかいろいろとぶっ壊れてるから、うん。おお、変異体ではないけど、変態です。これを想像してる中身の人間はね、俺か。こういう銃ってなんかその引き金を引くときのなんだっけ、リボルバーじゃなくてガチャって引く止め金ってなるの、あれを引いて撃てるときとどう違うんだろうね。だってあれでもあの状態でもバーンって撃てるパターン、ああ早かった、パターンもあったりしますもんね。あらハンクが納得するで、コナーを残して立ち去らないパターンもあるってことなのかな？わお。わおわお。あ、結構、あれだね。車降りる。車降りないパターンもあるってことなのかな？おー。まあ、なんか、ちょっと今回は短めのパートでしたが、はい、いかがだったでしょうか。まだまだハンクとこう打ち解けたかなって、命も助けたし、打ち解けられることができたかなと思ったけど、意外とまだまだそうじゃなかったということなんでね、今後またぐんぐん評価、ぐんぐん上げていきたいと思いますんで、次回もよろしく。ではまたお会いしましょう。バイバイ。